またまた六甲山に来ちゃったよ。おーい、マナブ君。前回学んだことは忘れておらんじゃろうな。司令官大丈夫ですよ。前回は六甲山の歴史と育みについて調査したよね。今回は、まったく。今回はその六甲山がどのようにして安全に守られているのかを調査してほしい。了解。こんにちは。僕は神戸少年調査隊、神戸学ぶ。神戸の街のみんなのためになる仕事をいろいろ調べるよ。期待しててね。今回は神戸の森を守るための仕事、後編だよ。こんにちは。こんにちは、学ぶくん。六甲山の安全を守るお仕事があると聞いてきました。なるほど。学ぶくん、この前立派な森を作るのに大きくならない木や枯れかかった木などを切る森の手入れの話は聞いたよね。切った木の中でまっすぐなものはこの加工場に持ってくるんだよ。ここでその木をどうするんですか？この加工場で持ってきた木をハイキングコースの道順を示す看板や階段の木に再利用するんだ。全部職員の手によって作るんだよ。すっごいな。そして加工場で作られた木をコースへ運び、古くなって危険なものと交換して山に来られた皆さんが安全に六甲山を楽しんでもらえるように整備をしているんだよ。そっか、今まで気にしてなかったけど、木の橋や階段なんかも全部皆さんが作ってるんですね。そうだね。安全に登れるのはもちろん、その場によって登りやすいように工夫を重ねていくのも大切なことなんだよ。なるほど。だから六甲山のハイキングコースはいつも綺麗なのか。そして他にも休憩していただくベンチや机なども一つ一つ職員が作っているんだ。そんな細かいところまで気を配ってるんだね。もちろん私たちがこの仕事をしっかりしないと、時には来られた方の命に関わる大切なことになるからね。とっても責任のある仕事さ。作業している皆さんはすっごくかっこいいな。やりがいはどんなところですか？こうやってみんなで山の手入れとかをして、ね、できた木とかで、階段を直して、それがみんな安心して楽しく山を歩けるようになること、それがすごく我々の生きがいだと思っています。そっか、僕たちが大人になって子供ができても六甲山で遊んでほしいよ。その通りだよ、学ぶくん。そうだ、六甲山のことをたくさん勉強したご褒美に、六甲山のとっても素晴らしいところを教えてあげよう。やったー。うわー、とっても綺麗だ。六甲山の展望台からとっても綺麗な神戸の街が一望できる。ここからの夜景は1000万ドルの夜景と呼ばれているんだよ。1000万ドル？日本円だったら、わからない。あれ、あそこ何か光ってるよ。あれは三陸電飾といって、電力のほとんどを太陽の光で発電し、神戸市の塩や怒りのマークを灯しているんだ。学ぶ君は知らないだろうけど、今から18年前の大きな地震の時も、節電しなければいけない時も、自然エネルギーで点灯するあのマークだけが神戸市民の希望の光としてずっと勇気づけられているんだよ。あれも畑さんたち森林整備事務所のお仕事なの？もちろん、この六甲山をこれからもずっと守っていくから、学ぶ君もまたお父さんやお母さんと一緒に見に来てね。はい。どうじゃ、わかったかな？森林整備の仕事をされている方々は、町の皆さんと身近に接しながら、この緑豊かな自然を守るために頑張っておられるんじゃな。そうなんだよ。いつも通っていたコースや使っていたベンチは、森林整備事務所の皆さんが山の安全のために作ってたんだね。知らなかったな。そうじゃな。街に安全で美しい自然があること、そしてその自然を未来へとつないでいくために、市民の皆さんと一緒になって懸命に働いている人がいること、これもまた一つ町
士の誇りじゃな。みんなも分かってくれたかな。